常に貢献できますよね。なるほど、そのあたりも注目しつつ今日の試合見てまいりましょう。立ち上がりのコーナーはね、チャンスですからね。シュート、いやー、先制。モドリッチがこぼれ球に反応しきっちり詰めていきました。セカンドボールによく反応できましたよね。あらかじめ予想しておかないとなかなか体が反応しないですからね。フィニッシュまでの流れをしっかりイメージしたいいゴールでしたよね。エルドルサル10モドリッチ。さあ、マドリーチャマルティン、立ち上がり順調ともいえる先制ゴールです。いや、これはいい時間に点が取れましたよね、はい、これで主導権を握れますし自分たちのサッカーがしやすくなりますよね。大きな1点になりましたよね。そうですね。マドリーチャマルティンは2本目のコーナー、リバプールはまだコーナーキックがありません。これ仕掛けるか、仕掛けるか、コーナーキックです。マドリーチャマルティンは3本目のコーナーになります。リバプールはまだありません。インターセプト、シュート、追加点、連続ゴール、一気に畳みかけます。ビニシウス、北澤さん、これ今フリーになっていましたけれども、うまくマーク外しましたよね。そうですね、いい位置でシュートを打てましたよね。ディフェンスとしてはちょっと対応遅れてしまったのでシュートコースが空いてしまいましたよね。まあこういう決定機をしっかり決めるあたりが素晴らしいですよね。さあ、マドリーチャマルティン、得点、シュート、きた、追加点、怒涛のゴール、勢いが止まらない。ディフェンダーの間を縫ったシュート、見事ネットに突き刺さりました。いや、意図的に狙って打ったんでしょうかね。それにしても際どいところを通してきっちり決めてくるあたりは見事でしたね。モドリッチ、今日2点目のゴールです。さあ、マドリーチャマルティン、3点差までその差を広げています。いや、非常にいい流れですよね。チーム全体に勢いが出てきたんじゃないですかね、はい、非常に大きな1点だと思いますよ。マドリーチャマルティンは5本目のコーナーキック、フィニッシュ、フィニッシュまで持っていきましたが、シュートは枠を外れていきました。まあ居場所だったりとかね、ポジショニングだったり、いいことによってこういったルーズ